今週だ。行く？デンジャラスハイね。確かに B の大会で一番欲しいアイテムはそこなんだよな、うんうん、そうなんですよ。これがねえアルテミス像的なアイテムだろうっていうことじゃない。行く？2万弱。うん、多少あ、まあもちろん丈夫さ低いからまだワンパンの危険性もあるんだけど、行ってみますか。ちょっと出てみますか、うん、縄張りバトルでね B ランクのやつ1回倒してはいるから、うん、そうそうそう、いけなくはないと思うんだよね。ならないわけじゃないんだよね怖いなあと欲を言うなら、うん、一応ここでなんかなんだっけ、イライラくるみで激輪を増やすとかね。あー、激輪管理ね。ほら、あー結構上がる ね。戦闘能力はね、うん、こっちの方が高くなるんで。そうそう、どうかな。いやー、これ勝ちたいね。闇の指輪手に入ったらでかい気はすんだよな。効果もわからないけど。効果わかんないけどね、うん、6体総当たり？総当たりです。あ、でもこいつあれだぞ、賢さ低いけど遠距離賢さ技しかないから、うん、ガッツ貯める間は遠距離一択だね。近距離のゼロシュートが怖いかな。先方はあの引き続き触覚放電を2回当てて待機怖いな相手、遠距離攻撃持ってないからね、うん、強いの。そうなんだよ。てか近距離の触覚放電しかないと言っても、うん、うん、相手も回避高いな。うわ、触覚放電で触覚放電が 60% ぐらいだった。うん、賢さもだいぶ上げてるからね。そうなんだよな。どうしよう、これで押すしかない。あ、うんうん、どうだ。あ、いい感じ、いい感じ、ね、でもう一発当てれればちょっと離れたいな。ゼロシュートがとにかく怖いな、うん、よし、いけるか、いけるか、間に合え、よしよしよし、これもう連発でいいだろ。もう一丁、うん、あー当たれ当たれ当たれ、もう一丁、当たれば当たれ、よーしうん、ここぞで引いたね、意味不明。こわった、危ねえ。攻撃されなかった。うん、一回もされなかった攻撃されなければ勝てる。そりゃそうなんですよ、ね、攻撃されなかったら S ランク相手だろうが一発当てりゃ勝ちなんだいやでも、うん、この調子でいきたいね、うん、幸先はいいですね。総当たりだから怪我さえしなければ負けても可能性あるしね。あのダークネス知らんな、あれ多分解放必要な種族だろうな。あ、 B ランクはもうそんなのが出てきますか。あ、エレキングゴルザなんだ。骸骨、また命中回避、うん、丈夫さ高いね。丈夫さが高い、近距離に賢さ技しかないとかないっすかないよね。賢さは驚くほど低いけどね。賢さ技だけの距離ないな。すげえ、うん、最大超音波光線なんで強そうなんだ。これさ、逆に遠距離で最大超音波光線を誘うっていうのありかも、ね、いいね。中距離弱いね。近距離またやべえ技あるぞ、うん、なんだやっぱ近距離みんな強い技持ってるよね。そうなのかな。遠距離からだとさ、とっさの時に近距離に寄れないんだよね。うん、それはあるね、うん、位置の操作本当難しいよね。うん、ああ、まあまあまあいいんじゃないですか。切り先ならいいわ。3発当てれば。ああ穴掘りか。あ、よし、よく避けた。いいぞいいぞいいぞ。ほぼ当たるから、うん、3発いきたいね。いやー、ちょっとめっちゃ攻撃、あ、熱戦はありがたいね、むしろ、うん、いやー、どうしたセプいやー、ちょっと今度こっちが1回も攻撃できてないよ。ガッツがずっと99だ、うん、打ちたい、いけ、いやまあまあまあ1発目だからよ、まあまあまあ、うん、この後2発目3発目を外さなきゃいけない。うむむ、これは弱肉強食の発動させたいけど、うん、
ちょギリギリまで貯めよう。今だ。ああ、ナイス。ミスったけどもナイス。よし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 。まあ一応保険のね特殊能力持ってるからね、うん、こっち。そうなんですよ。危なげない。危なげないです。うん、これも余裕でね、うん。あんまりダメージも受けなかったですね。一撃死するような攻撃を受けなければ大ダメージ技だ ね、 うん、リカバリーはいけるから弱肉強食でね。いいぞいいぞ、そっちでね勝ち星を食い合ってくれるのはいいね。これで全員罰ついたから1敗はしても決定戦まではいける、うん、眼差し、いいね、眼球だね。ああ、命中高い、回避そんな高くないからね。回避低いから弱肉強食の狙いどころではあるな。お前の得意な距離お見通しよ。2発当てて待機かな。ああ回避低い相手にはいいな。遠距離には持ってかせないぞ。この不可視の電撃もモーション長いね。そうだね、欲しいな、そういうのが欲しいんだよ、ね、うん、触覚、よしよし、まあ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 、素晴らしいね。やっぱさ、うん、セプキンゴン V2 楽しいよね。うん、わかる。俺も裏作業中にやってたモモカス銀河 M は、うん、一撃で終わらせるパターンしかなかった。当たるか当たらないかだったから、うん、全然なんか駆け引きがない、駆け引きが皆無でしたね。セプはね見てても楽しいし、うん、操作してても楽しいだろうな。操作楽しい。で、あと2体ね、うん、これに勝てばとりあえず安泰ではある、うん、レッド、あ怖い、ね、シンプルレッドキング一番怖いタイプね。これ見てくれ、近距離これしかない技、素晴らしい、うん、これだったら、うん、命中も低いし力が7250あろうとも多少耐えるんじゃない。そうだね、ダメージ D だし、金、常に金、うん、のみ金のみ。リン危ないね。そうね、うん、リンもチューも危ないんで割と。よし、 A、B あるから、うん、まあ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 、まあ、うん、相手の回避が上がったな。回避もねそれなりに鍛えてはいるからね。そうね、命中の低い相手ならやばいやばい、ちょっとダッシュするか。よしよしよし、あ、いいいいね、よし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 、今のダッシュ好判断だったのでは。うん、素晴らしい。いやー、いけるっしょ、これいったっしょ、もう連発だな、うん、うん、よし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 、おー、完勝、叩きつけも避けたしな、当たってても勝ってたろ多分。うーん、そうね、3500あるからね、ライフね、うん、そうそうそう、一応弱肉強食待機もしてたから、あ、もう勝ち決定じゃない。そうだね、あとダークネスそんな勝ってないもんな、横綱に勝ったから、あとオールレッドだけか、だから次ダークネスに勝てば余裕だし、負けてもオールレッドとの優勝決定戦になるのかな。そうな、ダークネスダダメルバ、メルバね、メルバだ、なんか強そうだね、かっこいい、うん、かっこいいな、ダダ入ってても羽ついてるとさ格上感あるよな、うん、そうね、うん、モンハンもやっぱドラゴン強かったもんな。ライフクソ低いよこいつ、上座も低い、これは電光石火で回避が、うん、回避は高い、高いから当たればね、うん、いやこれ触覚放電すぐ打って倒しちゃう、うん、そうね、良さそう、そう、ね、うん、力賢さは両方トントンだから、ダメージエース持ってるか、スクリューダイブが怖いね、クリティカルです、それ怖いなこれ怖いよ、行こう、うん、でも近距離で戦わざるを得ないんだよなこっちも、うん、やられる前にやろう、そうだね、うん、それがいいと思う。いやーかっこいい、かっこいいわ、メルバかっこいいね、うちは今まで2匹とも可愛い路線で来てるからね。そうだね、うん、メルバも解放イベント結構大変なのかな。スクリューダイブやめて、うわー、大丈夫大丈夫大丈夫、撃とう、そっか、光電食らえ、
よしよしよし、3発当てれば倒せれば。あー、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。ノー、よし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 、ガッツも溜まってきたぞ。よし、あーじゃあ、もう連発でいいだろこれ。あと1発当てれば勝ちだ。よー、勝てますね。勝ちましたね。B でも B 安定して勝ったよ。やっぱクッキーもちゃんと考えてつけてるからね。そうなのよ、それてか弱肉強食クッキー発動した今回。いやだって弱肉強食、弱肉強食は無限に発動したけど、さらにまだあるからね。そうだね、負けてたとして延長戦あるから、うん、うちは。いや噛み合ってんのよね、いいんだよ。そう、強制ロスタイムクッキーあるからね、うちには。セフの能力と、うん、こちらがつけたクッキーと、あと最初からたまたま持ってた触覚放電、ね、触覚放電たまたまじゃないでしょ、命中技でしょあれ。いや覚えたんじゃないよあれ。え、最初のあれでしょ。最初から持ってたんだっけ。そうだよ、そうだっけ。俺なんかあのメイちゃんの命中技であれでしょ、元のあの初代セプトを混ぜたからこそ、うん、覚えてた技の一つでしょ。じゃあなんなら修行なしでここまで来れるやんこの子。そうね。いやいいね。うん。さあ闇の指輪の効果が気になる。どうするこれで激輪が毎週上がるとかだったら。あ、やっぱここだね。そこだよね。ほっ。え、いかんこれ。やばい。これ激輪が上がりやすいじゃないかもしかして。あれ、ああ、光のお守りと対になってるんだ。打ち消し合う、ね、ちょっと調べますか。調べていい。そうだね、ちょっと調べてもらっていい。あ、じゃあ、あのアイテムの整理だけしとくね。うん、調べてみたんですけど、はい、激輪が上下するタイミングで発動するらしいのね、うんうん、で上がり幅がちょっと上がるんだ。激輪の、はいはい、プラス1、うんうん、でプラス1がどれぐらいかあれだけど、隣の光の守り、うん、これは発動タイミングは闇の指輪と全く同じで、はいはい、マイナス1してくれるらしい。じゃあ光のお守りの効果を打ち消したってわけですね。打ち消しますね。まあまあまあ、知らないよりはいいから。じゃあいらないいらなくない、うん、まあ、激輪もね、その完全にデメリットしかないものではないんですけどね、うん、でもさ、イライラくるみで結構上がったから、うん、上げたい時に上げれる。そうね、うん、この辺なんか軒並み高いね。あ、さすがにね、これはいいかな。だから激輪が高いと能力上がりやすいとかないでしょ。戦闘で強いだけだよねきっと。そう、じゃあ、うん、じゃあいいと思います。すまん、セップ頑張ってくれたんだけど、うん、闇の指輪は売ります。まあ換金アイテムと思えばね。そうね、確かにそれならめっちゃ高いしな、うん、でも B いけましたね。 B いけたね。となると他に欲しいアイテムあるかい。ないか、特にないんだよね。お、桃だ。それね、出場条件があって、うん、4歳6ヶ月以上の怪獣じゃないと出れないんですよ。大事に育てないとダメなの。超大事に育てた怪獣じゃないと出れなくて、モモカッセリンガー M もその条件を満たせなくて、うん、途方に暮れてたら野良怪獣と出会えた。そういうことね、うん、これを取るためにまずノラカスインガーに黄金桃を与えないといけないレベルだよね。そのレベル。4歳6ヶ月大変だよね。大変だよね。だってカスインガーあと1年ってことでしょ。そうだね。いや、まあもう少し能力鍛えてで、うん、A に行っちゃうか、上がる感じですかね、うん、でなんかもうそんなに大会メインではなくていいかなって、うん、そうだね、うん、金もいっぱいあるしな。そうそう、さあガミさん、ちょっとですね、はい、セプのステータスを見ていただきたいんですけど。おお、2万1000超えたじゃないですか。その間にやら、はい、ちょっと前に話してた、うん、うん、
対戦イベントの件なんですけど、おお、闇のファーム絡みの、はいはい、闇のファームが発注出した業者に、はい、あ、2万1000の怪獣が来てるんですよ。あ、ちょっと越しちゃったけど、うん、やりますか、やりますか。このタイミングで、このタイミングで、うん、はいはいはい、いいですね。ちょっと登録してもらえますか、セプを。で、俺が受け取った怪獣、はい、まだ登録してないので、どうやればいいんだ。検索キーを教えてもらってんだよね。へえ。じゃあ一応皆さんにも見えるように検索キーを。俺も初めて見るからね。あ、そうなんだ。あの、検索キーとステータスだけ送られてきてるんで、うん、初めて見ます、はい。じゃあ使いたい方は使っていただいてね。使える状態ですよ、うん、これで。ああ、こういう感じで出んだな。あ、なん、すげえ尖ってんね。っていうか、1歳だよ、これまだ。え、1歳か、本当だ。ほら、ロッキー開いてないわ。え、生まれでこんな強くできんの？あいつやりすぎじゃない？多分、うん、ゾノさんの配信で作ったやつを送ってきたんじゃないかなと推察しているんだけど。そしてさ、あの、ステータス上限も1万2000なんだけど、こいつ。本当だ。あれ、あるんだ、うちら違うんだっけ。1万1万。あ、上限解放イベントみたいなのがあんのかな。で、やっぱ、最初のクッキーはタイラントなんだな。それはそうよね。そうでしょうね。え、分身バルタン星人。しかも、ハテナ。どういうこと？これね、あの、俺が使ってた、悶絶ミクラス HC いたじゃないですか。うんうんうん、あれも、こういう感じの、あの、レア、怪獣ですよね。プラントが入ってるやつだけど、うん、分身バルタン星人も多分その類だと思う。ゲルかなんかが入ってんのかな、わからん。うわ、技っすかね。もしかしてなんだけどさ、あいつ生まれたままのやつを送りつけてきてないか。え、生まれたままでこんな強いのじゃない。だって生まれたままの能力でしょ、これもはや。本当に何歳かは見えないのか、うん、年齢見えないけど、それやばくない。こんな、まあね、この辺で戦うしかないな。幻惑はガッツ弾技ね。叩きつけ。もう賢さタイプだもんね。でも俺今これ見ちゃってるとさ、うん、あ、寄ればいいんだな。なるほどな。じゃあ戦績とか見、あ、見れないのか。見れないね。すごいね。え、生まれながらにして A ランクみたいな能力になれんの。じゃあなんでアイスキャンデーなのって質問したんだけど、うん、なんか容量を得なかったというか、まあよく分かんなかった。俺も彼から容量を得た答えが返ってきたことあんまないからな。うん、まあやりますか。やりましょう。じゃあ楽しみだね。楽しみ。友の愛機を借らせてもらう。ヘビーアームスに乗るヒーローみたいなね。回避が高いからね。まあ、とはいえ4800ですよ。こっちも命中5000あるわけだから。うん。うん、いきますか。唯一、俺が警戒してるのは、うん、そっちのガッツ回復とても早いと、うん、あと、移動も早かったのよ。そうだね。うん、そこだけかな。強い。おい、やめろ。なんで当たるんだよ、それが。これしかないもんね、だって。いやー、くそ。勝ちの目が、勝ちの目が消える。おい、ガッツを失ってるじゃないか。ほら、いかん。ああ、でも耐えられる。いや、まあ、ダメだわ。ダメだね。最初の3発全部当たってたらいけたんすけどね。いや、無理じゃないかな。あ、それでガッツダウンで。でもいけるっしょ。いける体力だった？うん。まあ、さすがにね、あの、いかにエリートの生まれとはいえ、生まれたばかりの怪獣に負けるわけない。生まれたばかりかは分かんねえけどな。1歳なのは確定でしょ、あれ。1歳になってないんだよね。あ、1歳になってないね。うん、へぇ。うん。まあでも、やり込めばあそこまでいけるってことですね。ね、すごいね。
すごい省エネ、うん、丈夫さがちょっとな足りなかったな、うん、まあなんかバルタンらしいステータスではあるけどね、うん、面白かった。でもそうですね、うん、ちょっとお礼を後で言っといてください。アイスキャンデーありがとう。はい、言っとくわ、うん、もう俺も言っとく負けちゃったって、うん、余裕だったって言っとく、うん、おお、いや気合入っとるわ。強くなったね。ね、大したもんだ、うん、もう2200は超えてんじゃない能力。 2200?2 万、あ、2万2000、うん、なんでゼロが減ったんだろう。もっとぐーんと強くなるには、うん、あ、丈夫さ、賢さか丈夫さ。賢さだな。あらそうか、うん、ちょっともう頃合いかなということで、はい、公式戦行ってみよっかという、ね、行きますか話をしていたんですが、縄張りが、あら、あら、しかも割といい、あ、いい、ね、いいねあ、これも悪くない。ああ、丈夫さ上がるの、うん、丈夫さと命中で A ランクの、まあ勝てればっすけどね。でも公式戦行くかですかね。あ、まあ、行くって決めたしね。まだ覚えてるもん、あの初代セプギリギリで B グレード公式戦をね勝ってくれたんだよね。初代セプ最後の戦いが、うん、B グレード公式戦でした。そこでなんかもう3歳1ヶ月にして挑めると、うん、びっくりすることにまだピークコメント来てないんだよね。そうなんだよね。うちらは見逃したんじゃないかってやってて不安になるぐらいなんですけど、そうそう、ちょくちょく呼び出して金蔵にも聞くんだけど、うん、まあ、まだまだ、うんうん、これから大人になる、これから大人だねって言ってたもんね、うん、よっしゃ行きますか、行きましょうか。まずは並ぼうセプに、それが恩返しだよね、素体になってくれたセプへのそう、そうだね、素体になったんだよ、うん、セプが出た時相手全部格上だったもんね。もちろんもちろん、勝ったのが不思議なレベルだったんだから、うん、2万5000弱あるのか、うん、結構あるねまだ差はある状態ではありますけど、こいつ雷属性の技でガッツ回復する。あー、そういう、さすがネロンガね。して力、命中、丈夫さが高い、ちょっと苦手なタイプの、うん、そうだね、うん、インビジボーアタックは食らっちゃいけないな、まあ、でもやることは決まってるからね。まあそうなんですけどね、近距離キープでいいかな。この夕日バックでしたね、うん、ここで本当にね最後の最後まで頑張ってくれたからな、うん、まあいけるはず、いけるはず、うん、いけるはず。相手の方が回避低いわ、うん、またね、はい、何気に HP もね4000弱あるからね。そうなんですよね、だいぶ育ってるから。本当に弱点は丈夫さが低いだけ、一撃で倒されることもそうそうないよね、うん、あ、もうこれだもの。次当てればね、うん、回復しますからね。あ、ね、うん、こういうことよ。あ、ガツ回復したね、結構30ぐらい回復したな今。そんなすんのか、うん、うーん、まあ、不可視の電撃だったら、ね、うん、そこまで怖くないから。まあまあでもね、え、電撃対決でセプに勝とうっていうのがまずそもそも甘い。あ、これ以上下がれない撃て、うん、まあ、危なげなく、ね、ね、電気属性のキングですから。じゃあね、名前を無理やり平石にしたところでよねセプキングのキンはキングのキンですから、ね、そうですよ。そうだっけ、そうだ、何なのじゃあ、じゃあ何なの。そうだわ、元はセプテンバーだから金でも何でもないんだ